グラファイトデザインより新しいシャフト発表されます。来ましたね高橋さん。はい、はい、今回、新しいシャフト、まずはお名前を教えてください。はい、 R シリーズというのを出します。 R シリーズ、はい、うん、ラウネという名前で出します。ラウネ、はい、よく見てもらうとですね、狙う、おほほほ、ラウネ、狙うラウネってことですか。そうです、かっこいいです、はいはい、ハイブリッド、アイアン、ウェッジの3タイプですね。まあ、2ID もあるんですけども、はい、より幅を広く、使っていただきたいということで、この R シリーズというのを出します。いろいろな方にね、はい、使っていただけるということで、ハイブリッド、アイアン、ウェッジ、この3つのシリーズを、徹底的に継承していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。それではまずハイブリッド、はい、打っていきたいと思いますけれども、はい、2ID の HY っていうのがあるので、非常に評判のいいシャフトなので、はい、この R シリーズちょっと打ち比べてもらいたいので、はい、お願いします。はい、女子のねツアープレイヤーとかも多く使ってますよね、この HY。 おー、非常にめちゃめちゃいい、優しいです、まあ、シンプルな、はい、シンプルなんですけど、やっぱりこう先端から先がクーッとこうインパクト直前ぐらいでこうボールを拾ってくれるっていう。で、一応の HY というのが、大体中間の高さ で、ね、で、はい、DI がもう少し球を抑える、で、はい、NU というのは、その HY よりか球が上がる、まあ、この R シリーズは、はい、まあ、その NU より HY よりより優しく球を、うん、拾ってくれる、上げてくれるっていうイメージで作りましたんで、同じような感じで、お、確かにこうグーッとボールをこう拾ってくれる感じプラス、やっぱこうボールを捕まえてくれるっていう要素も一つ入ります。おお、ハードっていう概念は消えてます、一切ない。おお、今ね、右怖いよってイメージで自分の中で打ちました。やっぱりめちゃめちゃいい感じ、拾ってくれる、はい、そのボールを拾ってくれて、ボールをしっかりとこうホールドするというか、グチュッていうこう捕まえる感じっていうのが、まあ、こっちの方がより出てるかなっていう。ターゲットはどれくらいの人になりますか。アイアンで言うと、はい、同じ75とか使っているシャフト、うんうん、はい、もうトライしてる選手も進めます。おお、はい、この重量帯はどれぐらい、重量帯は45、55、65、75、85、85。結構幅広いですね。そうですね、まあ、軽量ウッドで軽量シャフト 40g 台の使っている人にも、うん、やっぱハイブリッドは、まあ、45とか55も使えるように、はい、その辺まで結構幅広く、うんうんうん、優しく使えるようにっていうのを設定しました。ハイブリッド、まあ、ユーティリティという言い方もしますね、ユーティリティ非常にこう便利なね、こうお助けクラブのようなんだけど、意外と苦手にしてる人多いじゃないですか。ボール上がらないよとか、うん、捕まらないよって、そういう人のまさにこう救世主に、まあ、優しく使えるように、まあ、重量も幅広く設定しました、ね、はい、フレックスもいくつかあります、ね、はい、SR、ね、はい、必ずこう合 う、 こうセッティングがあるはずなので、ぜひ打っていただきたいですね。よろしくお願いします。お願いします。さあ続きましてアイアン編です、はい、重量が60、75、90、105、105の15g ピッチ。簡単な特性の差みたいなものって、ADI アイアンも非常に評判がいいんですけども、うん、ザ・カーボン、もうカーボンをイメージした球がこうシュッと上がる、うん、そういったイメージで作っているので、うん、もう球が上がるのが前提というか良さがね、はい、まずはあると、はい、じゃあちょっとこの AD85 から85、はい、お願いします。これはもう打たなくても分かる気がしますけど、分かる気がする、はい、僕も長いこと使わせていただいたんで、いいですよ、このパチッとこう弾く感じっていうのは非常に。ADI も評判がいいんですけども、硬、はい、いっていう人も少なからずいるんですよ ね、まあ、ね、カーボンなのに硬いっていうイメージを持ってる方がいるので、はいはい、そっ
ょっとそれを払拭したいっていうのもあったので、うんうんうん、ロングアイアン、はい、上の番手は球が上がりやすく、はいはい、下の番手、はい、あのロフトの多い、9番とかピッチングには球が抑えられるように、はい、でいう設定してます、うんうん、ラウネ打たせていただきます、これも同じ7番アイアンですね。7番です、はい、いくつか差を感じました。この AD のアイアンのシリーズ、これはボールをこうパーンとこう拾ってこう弾いてくれる感じ、カーボンの良さがこう前面に出てるっていうシャフトだったと思うんですけど、こっちのラウネになるとそのボールをこうグッとこう押せる感じ、ちょっとしなりが感じると思うんですよね。そちらのラウネの方が振動する的には柔らかくなっているんですけども、うんうん、はい、決してその頼りない感じではないようには、まあ、設計をしているので、はい、まあ、コントロールは絶対しやすいと思うんですよね、はい、カーボンにするとオーバースペックになってしまうって人が多かったじゃないですか。ですからそれをこう柔らかさを出すと今度軽くなっちゃうっていう、はい、だからそれが結構これだけしっかり重くてうちゅってこうしなる、まあ、スチールみたいな感じなんだけど、このカーボンのこう再現性、リピートしやすいっていうところの良さももうめちゃくちゃ残ってるんで、すごい潰せるカーボンって言っていいですかね。潰せるっていうのはやっぱコントロールできると思うんですよね、はいはいはい、やはりあの、うん、一辺倒に打つだけだと、はい、アイアンの場合はダメだと思うので、うん、上級者になればなるほどコントロールしたり、まあ、球を抑えたり上げたりっていうのが、うん、あの、まあ、よりやりやすくなったんではないかなと思いますね、うん、だからカーボンのことをちょっとネガティブに言うとピーンって感じだよ、でスチールを悪く言うとボヨーンって感じ、うん、それのこう間をこう間を取っちゃったみたいな、まさしくそのイメージで、あー、まあ、スチールシャフトから変えても、うん、あの、まあ、すんなり入れるように、すんなり入れますね、はい、じゃ最後にもう一球お願いします。ちょっと潰してみたい、少し今風が出てきましたから、アゲンストになった時もこう潰しやすいし、こう広げると105ですけど、 AD のアイアンシリーズ以来ですからね。うわぁ、いい球、押してこう弾いていく感じなんで、ボールも結構めくれるし、あのこう薄いダウンブロー、弱ダウンブローぐらいで打っても、あの十分ボールが上げてくれる、まさにこのラウネ狙えるシャフト、めちゃくちゃいいんで、本当に先ほどから何回も言ってますけど、 AD のアイアンシリーズ以来のねアイアン用シャフトということで、そうですね、はい、楽しみにしていた方も多いと思います。久々に新しいアイアンを出しましたので、うん、はい、もうぜひこれはもう皆さんに使ってもらいたいですし、はい、まあ、自分たちも広げていきたいなと思いますので、ね、はい、ぜひ一度お手に取っていただければと思います。あとウェッジもちょっと後で、お、まだあるんですか。ウェッジも楽しみ、別の場所で、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、この高橋さん、デザイン、ね、かなりシンプル、まあ、ツアー ID といえばしましまなんですけども、うん、今回のこの R シリーズはウッドでツアー ID を使っている、 G シリーズを使っている方でも、うん、このアイアンが使えるようにということで、うん、新しいデザインにしました、はい、なんかこう両方の矢印みたいな感じ、ちょっと矢印っぽいけども、これ R、R っていう感じですね。なるほど、はい、はい、で、まあ、正面から見るとこうワンポイント入っているので、まあ、うん、これはなんだっていう、そういうのもちょっと狙いで作りました、うんうんうん、ね、裏側も結構シンプル で、まあ、シンプルで、はい、黒ベースで、うん、シンプルに今回はしてみましたので、いいですね、はい、いろんな人に長く使っていただけるような、はい、ね、そんなデザインにもなってますね、はい、はい、それでは、ショートゴス来ました、はい、このウェッジシリーズ3タイプあるので、はい、まあ、重量、8、5、100、115があるので、はい、100ぐらい打ってみましょうか。これ100、もともとこれウェッジのシャフトってなかった、で今回、はい、まあ、満を持して、はい、製品にしてみました。打たせていただいてたのはありますよね、まあ、石井プロには使ってもらってたんですけど、はい、はいはいはい、まあ、それをさらに改良して商品化した、ね、さらに改良です、さらにめちゃくちゃ良かったですよ、僕自分のやつ、さらに良くなった、さらに良くなった1回です、はい、
やっぱこのぐしゅっとこうフェースに乗る感じ、あのいい意味でこう遅れてきてくれる感じっていうのは、自分がずっと打たせていただいてたあのプロトタイプと極めて似てる感じはあります。こういうね、ぐしゅっとぐちゅちゅっとこう乗る感じ、まあ、商品コンセプトとしては、はい、とりあえずまずこういったウェッジ、はい、まあ、カーボンシャフトにありがちで、はいはい、重くなればなるほど、まあ、カーボンの特性というか、その硬く感じちゃう、硬くなってしまう。なるほど。じゃあ、うん、柔らかさを出すには軽くしないといけない。そう、やはり今のウェッジ打ってもらったように、まあ、結構低く出てると思うんですけども、低く出てます、うん、ポッコンをまず出ないようなウェッジを作りたいっていうのがまず第一に考えて、しかもちょっとこうね、今浅瀬で、まあ、濡れてる中で、はい、あれぐらいボールを抑えられたらプレー的には結構楽ですよね。イメージ出しやすい、距離感もなんか出しやすいんじゃないかなと思うんですよね、はいはい、やっぱり低く出るとね。そうですね。ちょっとじゃあもう少しキャリー出してみて、ピンをちょっと今度は関係なく、うん、はあ、結構スピン入ってる。いやいやいや、ちょっとこれぐちゃっ85って、いやこれめちゃくちゃいいですね。85だと、まあ、女子でもバッと振れる人だったら全然、そうですね、はい、うわ、やっぱぐちゅっとくる感じはありますね。今は結構なんですか、遅れてきた感じ、遅れてこう潰れる感じがあるんで、まあ、こうウェッジでこういう言い方合ってるかわからないけど、まあ、こう楽に飛ばせる感じはある。だから自分のこう手でこう操作しなくてもブーンとこうシャフトが仕事してくれる感じは100よりちょっとある感じでしょ。うん、男性でもそんなにこう思い切り振れないよって人とか、まあ、女性でもいける感じはしますね。お、すごい、そのボール拾ってくれる感っていうのは100よりもぐんとこう上がります。115、はい、そこそこのフルショットでも、うん、まあ、こう柔らかすぎないようなイメージでもしてるので、うんうん、柔らかすぎず、まあ、硬すぎずっていう、うん、そこら辺をもう、はい、まあ、時間をかけて作った。115、115、はい、入っています。まず低めにいきます。これもめちゃくちゃ押せる。あんまりあんな低く自分でも打てないかなって思うけど、もう本当にこれ58なんですけど、結構めちゃくちゃ低いですよ。ウェッジのカーボンをやり始めた時に、やはり今みたいなこういう距離が大体結構上に上がっちゃう、はい、んですよね。それが結構悩みで、カーボンの良さでもあるけど、それってこうアイアン用ウェッジ用にした時にこういうペンっていう感じが悪い方に出ちゃったのがなくなった、ね、いやめちゃくちゃ抑えられる。じゃあ食いつき感が結構出てると思うんですよ ね少しじゃあ高めでセンターぐらいに、こういうね柔らかい球も、うん、柔らかい球も打てる。あんまり粘りすぎると今度ヘッドが来ないから、うん、こうファーってこう柔らかい球が打てないから。フレックスは2タイプあるので、うんうんうん、これでちょっと柔らかいなと思えばもう一つ硬いのもあるので、はい、そこら辺はこう選択はできるかなと思います。本当のツアーのプレイヤーとかでも使えるし、はい、まあ、8号にして女性も使える。そうですね、はい、うん、いいですね、めちゃくちゃいいです。今その男子の、プレイヤートッププレイヤーでもアイアンにねカーボン入れるって人は少なくない、増えてきてますからね、はい、その中でウェッジだけ、まあ、スチールなんだよ。なぜならこう今のね最初に打ってたこう低い球が打てないから、出ない、ね、打てるんだよこれ。ぜひこう皆さんもね、はい、一回手に取っていただいて、まず試しに打っていただきたい。このぜひこれぐちゅっとこう潰れる、もう自信作なので、はい、ぜひお願いしたいなと思います。バンカーでもやっぱり差はありますかね。バンカーがバンカーがあんなにアプローチ良かったのに、バンカーが苦手な人にカーボンのウェッジでバンカーやってもらいたい。いい意味でそのカーボンのこう強さでボールを出してくれるんじゃないかなと思うので、お願いします。おー、めちゃめちゃいい音。
柔らかい柔らかい。こう潰せる、潰すっていうのはあんまりピャーンとシャフト来ないよって。で今度バンカーでふわって上げるとなるとちょっと来た方がいいじゃないですか、はい、スチールの粘りっていうところよりそのカーボンのこうピャーンと来てくれるよっていうのが生きてる感じです。グイッと押せる感じもあるし、ちょっともっと開いて打ってみます。100です、はい、おお結構柔らかく打てる。バンカーってミスするときってほとんどこうダラダラとクラブが置いてダフっちゃうときが多い。でダフると思うとこうアッパーになってトップになっちゃう。だからこういい意味でこう切り返しで粘りながら、あとインパクトでパーンとこう来てくれた方がいいじゃないですか。映像でスチールシャフトこうスーパースローかなんかでブル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 って震えた画像とかって見たことあります？ありますあります。ああいうのはカーボンはやっぱりないと思うので、そこがこうボールに力が伝わるっていうんですかね、球をポンと出してくれるんじゃないかなっていう。8号アプローチの時は結構シャフトはあのパッと動いてくれる感じがしたんで、すごいめちゃめちゃいい、すごい食ってる、めちゃめちゃいい音、はい、いやいいですね。なんていうんだろう、こういいしなりで飛んでってくれるっていう、なんかバンカー8号気持ちいいな。エクスプロージョンっていうじゃないですか、やっぱ砂をこう爆発するためのこう自分の小さい力でもそれよりも少しこう、こうヘッドがドゥンと力を出してくれる、うん、8号はね、うん、あ今すみません、自分が使うのに迷って、あそうなんですか。いろいろなシーンで、ね、うん、プレイヤーのこう助けになってくれる、助けてくれるシャフトだなっていうのはすごい感じました。バンカーなんかまさに助けてほしいじゃないですか。まさしく ね、はい、ポニョって出ないように、はい、ちゃんとポンとシャフトが仕事してくれる、はい、うん、こういうシャフト待ってました、はい、ウェッジ用のもうぜひこれをお願いしたい、もう皆さんに使用してもらいたいです。はい、はい、よろしくお願いします。